ベネツィアカーニバルは、イタリアのベネツィアで年に一度開催される祭典であり、2月末から3月初めまでの2週間、行われる。世界三大カーニバルの一つ。17世紀のカーニバルを描いた、同伴がベスト石のマスクマスクショップベネツィアカーニバルが、誕生したのは、アクイレイアの総主教との構想に、ベネツィアが勝利した1162年であると言われる。人々は、この勝利を祝い、 サンマルコ広場に集って踊り始めた。また、仮面をつけることも流行し始めた。階級ごとに着る服や振る舞い方、話しかけられる相手などが制限されていた当時、カーニバル期間のベネツィア市民は仮面をかぶって異なった、階級や異なった性別の服を着て、匿名の市民となって、行動の自由を満喫するようになった。ルネサンス期には、ベネツィアカーニバールは公式なものになり、 18世紀にはベネツィアカーニバルは繁栄と国際的名声の絶頂にあったが18世紀末には急速に衰退していった日常的に仮面をかぶっては異雑な場所に出入りしていた市民に対しても仮面をつけられるのはカーニバル前後の期間に限る仮面をかぶってのギャンブルや制度を立ち入りは許さないなどの規制がかけられるようになった1797年に ナポレオン戦争により、ベネツィア共和国が終焉を迎えると、治安上の理由や、反乱防止などの理由により、私的な場や一部の舞踏会を除いて、仮面の着用が厳禁されるようになり、同時に、ベネツィア本島でのカーニバル自体も厳禁された。ナポレオン支配に続く、オーストリア帝国の支配下でもカーニバルへの抑圧は、継続された。長い空白期間を経て、 1979年にベネツィアカーニバルは再開された。イタリア政府がベネツィアの歴史と文化を復活させ、自らの成果の目玉として伝統的な祭典を利用しようと試みたためである。現在、ベネツィアカーニバルには約300万人の人々が来訪している。最も重要なイベントのうちの一つとして、カーニバル最後の週末に行われる仮面コンテストがある。 国際的なコスチューム及びファッションデザイナーがラマスケラピューベイラに審査員として投票する。ありがとうございます。